錦桜橋近桜橋は、群馬県桐流市の渡瀬川に架かる、群馬県道68号桐流伊勢崎線の橋である。橋六268.7メートル、福十21.1メートル。桐流市二式町と、同市桜木町の間に架かり、上流側には桐流大橋が、下流側には中通り大橋がそれぞれ架かっている。桐生市の目抜き通りである錦町通りと、 新規流駅に通じる桜木町通りを結ぶ幹線橋梁であり、市内交通の要衝となっている。毎年1月1日に行われるニューイヤー駅伝では、紀流中継所から東橋を通って、伊勢崎市の西久保中継所に向かう。2010年まで上流の紀流大橋を通過していたが、2011年より東橋を経由する走路に変更された。 西木桜橋の開通以前は、西木町と桜木町の間にあった、後谷の私が使われていた。1913年の東武鉄道開通に合わせて、紀流市中心部と東武紀流線の新紀流駅を結ぶ橋として、1915年に初代金桜橋が完成した。開通の際、西木町の、西木と桜木町の桜の字を取って、西木桜橋と名付けられた。 初代金桜橋は吊り橋であったため、1922年に大水により流出してしまう。翌年の1923年に、水戸公兵隊により、新橋が寄港され、1925年4月に、鉄鋼製様式ワーレントラス構造の2代目、西木桜橋が開通した。橋長139メートル、福音6メートル。 1949年の基地台風によって桜木町側の堤防が決壊し土地が削られたため1950年から1952年にかけて河川の拡幅工事を行い橋を桜木町側に延長した。1967年、交通量の増大により隣接して上下流に歩道橋を増設した。その後も増え続ける交通量に対応するため、 2002年に掛け替え工事が開始された。西木桜橋に感謝する集いが行われ、3月から撤去工事開始までイルミネーションが点灯された。2005年に掛け替え工事が完了し、3代目西木桜橋の供用が開始された。ありがとうございます。